どうも、おはようございます。12月29日朝6時、今年最後の放送になります。時間がね、6時半ですね。で、昨日なんですけども、今年最後の決済がガーッと起きてね、もう年末年始でポジションを整理したい方もいたんでしょう。ぐーっと下がりました。そして市場が変わってロンドンからニューヨークになった時に、また別の相場がね、こういうふうに動きました。いわゆる半値戻しってやつですかね。で、それが起きたってことになります。これはね、別にこれを利用して何かね、利益を出しましょうとか、昨日は落ち着いてトレードすれば利益が取れたんじゃないですかってことを申し上げるつもりはありません。そもそも、この時期にトレードをして利益を上げることってのは非現実的なんですよ。ですんでね、大掃除をしてみたりとか、普段できなかった家庭のことをしてみたりとか、会いたい方に会ってみたりとか、年賀状を書いたりとかね。そういうふうな、普段の暮らしの方を強化していただいて、そうすることによって、憂いなく新年のトレードに出発できると思います。やっぱりね、生活をね、安定させないと、安定してトレードっていうのに取り組みませんからね。だから暮らしとの両立ってかなり大事ですから、トレーダーになったからその他のことは適当でいいんだってなっちゃダメですからね。こういうふうに教わることが結構あるんですけども、トレードで稼ごうと思ったら、生活はいい加減で投資だけ貸したいのと思ってもそうはいかないんですよ。暮らしが全部出ますからね。だからお風呂掃除をしてるとかね、トイレのスリッパを揃えるとか、そういったところがトレードにも出てきますんで。だから360度生活を改善することによってトレードも改善できるっていうふうに考えた方がいいと思います。トレードをどんどんね、上手になると自分に対する約束も守れるし、それからものすごくね、所作も美しくなるっていうふうに考えていきたいですね。本当にそうかどうか分かりませんけども、やっぱり一事が万事というふうにもいろんな道で言われますんでね、少なくともそうはありたいなと。はい、ということで別に今日はトレードをしましょうとかなんとかって話じゃありません。心構えの話ですけども、その他なんですが、ニュースを見ていきましょうか。ざーっと眺めるだけでいいですよ。特に目新しいことは書いてないなというところで閉じます。もう一つカレンダーです。カレンダー29日なんですが、今日最終日ですよね。特にコメントありません。で、年が明けて1月1日、世界中休場です。ね、2日も休場のところが多いです。だから、1日2日はトレードしなくていいですからね。3日も同じです。休場です。やらなくていいですからね。動き出してはいますよ。でも、ここ1週間の相場解説みたいに、現象は追いかけるけども、ポジションを持とうなんて気持ちはなくていいです。で、4日目あたりから木曜日あたりから徐々に、相場の方に投資家さんが戻ってきますし、経済活動もぼちぼち始まっていきます。ただし、本格的に始まる時ではありません。まだ続きありますかね。1月4日ね。ADP の雇用統計も出てきますね。1月4日木曜日。で、金曜日1月5日です。この日もトレードを一生懸命しましょうって話じゃなくて、まずは年が明けてどういうふうに相場が整っていくかってことを見ていきましょう。それだけでいいです。トレードをするのは1月8日から始まる週、2週間目ですね。で、実際にトレードするのは1月9日で OK ですよ。9日ね、材料が通常通り入ってきて、木曜日ぐらいになったらもう完全に平常営業です。で、木曜日、12日金曜日と進んでいきます。で、3週目に入ったら、1月15日はアメリカが休場ということですね。はい、よろしいですか？ですんで、年が明けて、1、2、3、何らかの FX の放送もすると思いますけども、本格的に日々の相場解説なり、ポジションを持とうっていうのは、2週間目、1月9日あたりからだと思ってくださいね。はい、それでは、本年もありがとうございました。これで全て終わりです。あとはまとめなどでお会いしましょう。それでは。